はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、当方の動画に対しまして、多くのリスナーの皆様方から高評価、いいね、コメントをいただきまして誠にありがとうございます。はい、今回の動画はですね、日蓮宗宗と創価学会の和解、そして密約ですね、そして、日蓮宗宗と検証会の和解の密約についてですね、まあ両者をこう並べながら検証して、参りたいと思います。まず最初にですね、先にできました日蓮宗宗と検証会、まあ元の明真公でございますね、の和解密約について、今一度検証して参りたいと思います。でこれはできましたのが1977年昭和52年の4月14日のことでございます。はい、それでまあポイントはまあ7点ほどありまして、まず最初はですね、第1番目、教義以外の和解であるということでありますね。まあこれはまあ前々からの動画で申しておりますが、裁判所法の第3条で、裁判所は法律上の訴訟について判決を下すというふうに裁判所の権限が決まっておるわけでありますので、教義とか信仰とかですね、まあ宗教的な行事とかそういったことには、裁判所は介入しないということでありますので、この一連聴取と検証会の和解は教義以外の和解であるということでございます。それからですね、2番目が、日蓮宗宗と検証会、旧明真公は、もう二度と裁判をやらないということが、この和解の条文の中に歌われております。はい。それで、まあ、この二度と裁判をやらないということの裏返しですね。もう裏返すと、どういうことかっていうと、日蓮宗宗と検証会の間にですね、まあ話し合いの場があるということなわけですね。まあなぜかっていうと、まあ普通上の裁判であれば、例えば貸した金を返さないとかですね、いうことで、例えば裁判をやりますと。で、まあ和解してですね、まあ回収できましたと。もうそしたらもうお互い債権債務ありませんと。ということで、もうお互いもう話する機会はないわけですよね。もうだからもうお金もう貸さないということになるわけですから、もう話する機会がないから、別にもうそんな話し合いの場合なんか儲けることないわけですけども、でも日蓮宗宗と検証会っていうのは常になんかこう、信者の取り合いとかやってですね、まあ、競技場の論争をすると、例えばもうその和解条項の中に、その競技場のことは両者の宗教活動で決着するというふうに言ってるわけですから、和解したからって別にその後も口利かないってわけじゃないわけですよね。だからなんか問題が起こる、そういった時にどうするのかということになるわけですよ。はい。ですから、二度と裁判やらないってことは、もう話し合いで解決するしかないんですよ。はい。だから、もう両者の間に話し合いの場があると。これはまあ、要するに舞台裏、秘密裏に、そういう場があると。いうことになるわけですね。はい。そしてもう一つが、これはね、日蓮宗宗と検証会の間の、使用者責任を免責にすると。いうことがあります。まあ、使用者責任についてはまた後で詳しく検証をいたしますが、まあ、こっからですね、どういうことが、はっきり言えるかっていうと、まず一つは、1977年の段階でまだ明観公っていうのが存在してないわけですから、まずこの和解の中に明観公が入ってないんですよ。はい。明観公はないということですね。はい。で、その協議以外の和解ということで、まあ、お互いにその協議論争をする、まあ、一般的に言う作曲でございますね。協議論争をしてですね、
まあ信者の取り合いをするわけですけれども、日蓮宗宗と検証会はもう二度と裁判をやらない、もうガチの喧嘩をやらないというわけですから、もう全部信者にやらせるわけですよね。もう日蓮宗宗と検証会は喧嘩をしない、裁判やらないわけです。だからお互いは何もしないんです。だから信者にやらせる、信者に、喧嘩をやらせて、その信者獲得競争をやらせてると。で、やらせて、その生じた責任を全部信者に押し付けてるということですね。はい。で、これが、その和解密約の実態ということでございます。はい。そして5番目。明信公本部、まあ今の検証会本部ですね、に、そのかつてその日蓮宗宗が成就本尊を下布しているわけですけれども、この成就本尊をそのまま認めると。それから明信公が日蓮宗宗とか富士大聖寺の名前を冠することをそのまま認めるということですね。これはかつてその1974年に明信公を日蓮宗宗が解散処分にしたときに、もう明信公の本部の成就本尊を返せと言って、返さないから返せという裁判を起こしたと。それからもう日蓮宗宗じゃないんだから、日蓮宗宗の名前を名乗るなということで、これも裁判を起こしたわけですけれども、両者の裁判をこの和解の成立と同時に取り下げたということでございますね。だからもう勝手にどうぞと、日蓮宗宗を名乗ってもいいですよと、富士大石寺検証会で名乗ってもいいですよとこういうことなんですよ。で、明信公も今の検証会本部の成就本部もそのまんまでいいでいいですよと、でどうぞ拝んでくださいとこういうことなわけでございます。で、7番目にですね、日蓮宗宗が資金を出して、明信公の寺院建証寺を建立すると。まあこの建証寺というのは今の明信公の建証会の天霊院として、まあ埼玉県の和光市にありますけどね。それがこの元の建証寺で、これは日蓮宗宗がお金を出して、建てたということでございます。はい。それでですね、この日蓮宗宗と検証会の和解密約ですね、これとほとんど内容がですね同じなんですよ。日蓮宗宗と創価学会の和解密約 もうほとんど内容がほとんど同じに似通ってます、内容はね。まあ一部その日券発生がどうのこうのってありますけれども、それを除けばほとんど内容は同じなんですよ。はい。じゃあ日蓮宗宗と創価学会の和解はどうなってるかっていうと、これは2002年の1月31日に和解したと。で、実質的にこれが発行したのが2005年の12月15日の安倍日券発足の大座後でありますね。はい。で、この日蓮宗宗と創価学会の和解後ですね、第1番目はですね、これは教義以外の和解であると。ということですね。これはまあ日蓮宗宗と検証会の和解と同じです。はい。さあ、教義問題に裁判所は介入しません。で、いうわけですから、この和解の中に教義問題は入ってない。教義とか信仰の問題は入ってないわけですね。はい。だからそれは、日蓮宗宗と創価学会の論争で決めるということですよ。教義はどっちがいいとか正しいとかっていうのはね。それで決めるということなわけでございます。はい。で、2番目、日蓮宗宗と創価学会は、もう直接、原告、被告の裁判をやらないということです。まあ、かつて90年代にはもう日蓮宗宗と創価学会によっていっぱい裁判があったんですけれども、今や、ゼロであります。一つも裁判がありません。はい。ですから、これそういうふうに、やったの決めてるんですよ、裏でね。だからこれはその日蓮宗宗検証会の間に二度と裁判をやらないという条文があるのと同じです。はい。ただし、まあこの信者個人を相手にしたものは除くということですね。はい。
だからその日蓮宗と創価学会、その宗教法人同士は原告被告の裁判をやらないということでございます。で、これも先ほど言ったようにですね、もう直接原告被告の裁判をやらないんだから、日蓮宗と創価学会も協議問題でつばぜり合い、ね、どっちが正しいとかなんとかっていうことを言うわけだから、お互いにもうこれで口利かないってわけじゃないわけですよ。いろいろ信者にその信者獲得と競争をやらせたりですね、いろんな問題がある。そういうじゃあ問題があった時にどうするのかっていうことだから、すなわちもう話し合いの場を設定してるということですね。これはもちろん舞台裏、秘密裏にやってる。これはもうそのお互いにも裁判やらないっていうのと話し合いの場を設けるってのはもう裏と表みたいなもんですね。はい。で、まあこちらね、4番目のはそのこれは日蓮宗と創価学会の和解独自のものですが、安倍日憲発足は2002年の1月31日の和解から4年以内に退座するという密約があったことはもう明らかですね。まあこれは前の動画で言いました。和解の内容っていうのは、まあ、条文はこの追記っていうのがあってね、その単純にシアトル事件を否定するのは和解条項に反しないっていう追記が入ってるんですよ。だからこれは日蓮宗主に有利な内容なんです。そんな日蓮宗主の有利なその和解内容をなんで創価学会が飲んだのかと。一審判決は創価学会が勝訴してるわけですからね。はい。で、なんで創価学会がそれを飲んだかっていうと、もう4年以内に日憲発足が退座するってことを裏で密約したからですよ。だからそうすればその和解は両者対等になる。しかしまあ今すぐ退座するってわけじゃないから、4年後だからね。4年後退座したら和解を実行するというふうにしたというふうに、実際にそういうふうに動いてるわけですよね。はい。だからこういう密約があったということはもう確実ですよ。はい。実際に2005年の12月に安倍日憲発足が退座したということですけども、もう一つねポイントがあるんですよ。このね、安倍日憲発足が2005年の12月に退座する1年半前に、日蓮宗宗が宗旗の改正をしてるんですよ。はい、全面改正をしてるんです。で、これがその時の宗旗ですね。はい。まあ、今でもこれ使ってますよ。一部改正しながら使ってますけども、全面改正の名目で新しい修正宗旗を作ったわけです。で、この中に、この宗公ですね、宗旗の第一章の第7条の第3項ですね、宗旗、日蓮宗宗の宗旗、これは日蓮宗宗の宗旗です。はい。これの第7条の第3項にこんなことが書いてあるんです。発祖は先命または自らの意思による以外はその地位を退くことはないっていう、わざわざこんな条文を一部入れてるんですよ。はい。つまり、その発祖、この当時の発祖は安倍日憲発祖です。発祖は先命、つまり死んじゃったか、あるいは自らの意思によって退座する以外は、その地位を、発祖の地位を退くことはない。うん、だから、クビにできないとか、あるいは外のからの圧力でやめることはないと。こういう条文をわざわざこの日蓮宗宗の宗旗に入れてるんですよ。だから、要するに、安倍日憲発足は、こういうね、その創価学会からやめろって言われてやめるんじゃなくて、自分でやめたんだということを言いたいわけですよね。うん、で、そういうのを作って、2005年の12月に退座したということになってるわけですよね。だからこんなのね、はっきり言って出来レースですよ、これ。はい。もう最初からシナリオが組んであるわけですよね。はい。もう明らかです、これ。はい。で、第5番目が、日蓮宗宗と創価学会はお互いに敵対視しないと。まあ、お互いの機関して非難合戦をやらないと。
いうことですよね。だからもう避難合戦なんかもうやってないですよ。もう2005年、2006年のもう日露ホス滞在した以降はですね、お互いの機関紙、つまり大日蓮と政教新聞ですね、まあ避難合戦はもうやってません。もう何にもお互いにその批判することはほとんどのみたいですね。はい。ただし、営業と草加新報を除くと。まあ、営業と草加新報は機関紙ではないということになってるから、まあ、こちらはまあ、残しておくということなんでしょうけども、まあ、でも、以前から比べると大きくトーンダウンはしてますよね。はい。はい。そして、興味以外の批判をやめるまで、安倍日券ホス滞在後10年の猶予を設けたと。だから安倍日券ホスが滞在したのが2005年の12月でしょ。まあ大体10年ぐらいの間はなんかまだその営業と草加新報でなんかいろいろやってましたけども、今はもう完全トーンダウンしてますよ。だからやっぱりこれもね、おそらく密着で結んでるということです。そして日蓮召集と創価学会の間の使用者責任を免責にすると。はい。これはまたちょっと後でやります。で、8番目。創価学会本部や会館に常住本尊が祀られていると。かつてその日蓮召集が創価学会に対して、関与した、常住本尊が祀られていたのを、まあそのまんま認めるということですよね。これはもう本部の、いわゆる高専ルフ常住、高専ルフ大願成就の本尊、あるいは、その板本尊の、まあ要するに、創価学会常住本尊って、紙の本尊と板本尊って2つありますからね。はい。まあこれとかですね、あと創価学会の各会館に、かつて日蓮召集が創価学会に関した常住本尊をそのまま認めると。いうことです。これは要するにですね、日蓮召集と創価学会の第二次紛争が始まったもう最初からですよ。まあ、破門直後も全部含めて一切の返還請求を何もしてないんですよ。はい。まあ、これはね、前の動画で申しましたけれども、日蓮召集は明神公、今の検証会に対しては本部の常住本尊を返せという、裁判を起こしてるんですよ。まあ取り下げてましたけどね。起こしてるんだけども、創価学会に対しては何もやってない。はい。一切そういった政治はやってません。もう一つ言うと、この9番目。創価学会員個人の本尊。まあ要するにかつて日蓮召集が下布した本尊ですね。それから、よく言う、その日蓮召集から離脱した浄円寺にあった日観の本尊。まあよく日蓮召集が偽本尊と言ってるわけですよ。あれもそのまんま、その、認めるということですよね。だからこれもね、要するに、まあ偽本尊だ、偽本尊だ、って言ってますけど、言ってるけどもね、例えば日蓮召集から、まあ、創価学会、あるいはその浄円寺に対して、まあ差し止め請求とかですね、そんなアクションを何もしてないんですよ。まあ、この新しいこの日韓本尊を出したのは1994年だったか5年だったかな、うん、まだその、日蓮召集と創価学会の裁判とかいろいろやってた時期であるわけですよ。その時期であるにもかかわらず、そんな差し止め請求など一切やってない。何にもしてないですね。だから、事実上ね、黙認してんですよ、これ。認めてると、うん、いうことですよね。だこれね、もうおそらくね、この、日韓の本尊。まあ、日蓮召集が偽本尊だって言ってる本尊のことですけど、この日韓の本尊も、あらかじめね、もう両者、あらかじめ、なんていうの？示し合わせてですね、こんなことやってるんじゃないですかね。私はなんかそんな気しますよ。だからもう、お互いに、その、認めてると。会館の常住本尊もそのまま認めてると。日韓の本尊も偽本尊だって口だけは言ってるけども、別にそのまま暗示することは、会館とか個人の家に暗示することはそのまま認めてるんですよ。はい、だから、これも、まあ、両者の話し合いでもうあらかじめできれずやってると、私は見ておるわけでございます。はい。ということでですね、
その次はこの使用者責任ということを申したいと思うわけです。はい、というのこの使用者責任というのは何かと申しますと、はい、ここにあります。民法715条にある規定でございます。これは何だと言いますと、ある事業のために、他人を使用する使用者が使っている非使用者がですね、非使用者が第三者に損害を与えた場合は、この非使用者を使っている使用者がその賠償をしなければならないというこの規定がある。これがいわゆる使用者責任というのがあって、民法715条に規定されているものでございます。で、過去の判例はどうなってるかっていうと、一番古い判例がこれです。1917年2月22日の大審判決ですね。まあ100年以上前の判例ですけれども、これには何となってるかっていうと、事業のために他人を使用していることがあり、使用者責任が発生するには、使用者責任が発生するにはですよ、使用、非使用の関係にあることが必要であるが、まあ使われるという関係があるのは必要であるが、これは雇用関係の有無、有償無償、あるいは継続的、あるいは臨時的の区別を問わず、事実上の指揮監督の関係があれば良いというのが、この1917年の大審院判決でございます。大審院というのは当時の今の最高裁判所であります。はい。それでまあ、最近の判決はどうなってるかと言いますと、まずですね、1994年の5月27日、福岡地裁の判決が出たものであります。これは統一教会の信者が違法な献金勧誘行為を行っていたことが問われた民事訴訟でですね、多くのその統一教会の信者が献身的に活動していた。教団の教義の実践として行われていた。信者が集めた献金が教団に納められていた等々の事実認定があって、信者らの行為、つまりこの違法な献金勧誘行為ですね、が、教団の、つまり統一教会の事業の執行についてなされたものであるとされて、教団と統一教会と統一教会の信者の間に実質的な指揮監督の関係があったと認定されて、ここに使用者責任が認められたという判決がありました。これは1994年の福岡地裁の判決で、1996年福岡高裁で棄却、1997年最高裁で棄却されて、これが確定したというものでございます。はい。そして2004年の11月12日ですね、暴力団の子分のいろんな行為について、親分の使用者責任が認められた判例が出たと。これが2004年の11月12日の最高裁判決であると。これはまあ結構画期的な判決として注目されたものでございます。ではさらにですね、同じく2004年には、公設秘書の暴行事件で国会議員の使用者責任が認定されたと。というのは2004年の東京地裁判決。2006年の東京高裁。2007年の最高裁判決が出て、これが確定ということになっております。ということは何かと言いますとね、もう、協議以外の和解、つまり日蓮聖徒創学会、日蓮聖徒検証会、両方とも協議以外の和解で、信者に喧嘩をやらせて信者獲得競争をやってるわけですよ。そうするといろんなトラブルが起きる。そのトラブルについて、もう全ての責任を信者に押し付けると、使用者責任を免責にするというですね、裏の密約があるとしか思えない。はい。で、これはいろんな事例があります。
まず日蓮召集と創価学会の場合は2011年6月のゴルモとマリア事件というものがありますね。はい、これでまあ要するに、創価学会系の当時のサイトでゴルモとマリアっていうのがあって、これに片っ端からそのなんかフェイクだとか何でしたっけ、そのなんか地下文書みたいなものを片っ端から貼り付けていって、日蓮召集や妙観光をその批判していた。それに対してその妙観光が裁判を起こしたら、あっという間にその和解しちゃったということで、全然そのなんか急にその和解になっちゃったということがありましたね。はい、だからその要するに創価学会のなんか一部の信者がこれをやってたらしいんですけれども、その創価学会がやってるからその創価学会の使用者責任が問われてもおかしくない事件だったんですよ。ところがその何にもしないであっても和解しちゃったと、はい、いうことがありましたね。はい、それから磯野波平事件、これはまあ仮名でございます。磯野波平っていうのはズベ頭のホッケコインです。うん、あれがですね、そのなんか創価新報だからなんとかの記事か写真を無断で使ってサイトに上げたら、それが著作権法違反だとか言って訴えられて、磯野波平の方が敗訴したというわけですね。でこれも要するにですね、その創価学会批判の一環として、やってたわけですから、創価学会批判をやれというふうに日蓮召集が言ってるわけだから、この日蓮召集の使用者責任を問われてもおかしくない事件だったんですけれども、一切そんな使用者責任は問われなかったということですね。何の日蓮召集は何も痛くもかゆくもなかったということなんですよ。はいはい、それで日蓮召集と検証会の場合はどうかというと、2019年の2月に常大寺事件というのがあったんです。これは常大寺という、これ日蓮召集の末寺なんですけれども、末寺がその検証会を批判するなんかビラをこうあちこちにそう巻いたと、これがその名誉毀損だということで、訴えられて、まあ結局常大寺が敗訴したんですけれども、この裁判で巻いたのは、こんなビラを作って巻いたのは信者が勝手にやったっつって、その信者に全部責任を押し付けようとしていたということがこの裁判であったということですね。はい、それからですね、近年のその検証会と妙観光のいろんな、なんだかの喧嘩みたいな不況だから、なんだかもう不況に名を借りた喧嘩いろいろやってますよね。でなんかお互いにこれ裁判やってるんですけれども、妙観光っていうのは、日蓮召集の一公中でありますね。はい、日蓮召集法華公の公中である、で日蓮召集大石寺の立教坊に所属している法華公なんです。だから日蓮召集の死刑監督下にあるわけなんですよ。だから死刑監督下にあるから、日蓮召集の使用者責任が問われてもおかしくないんですけども、全くそういうことを言ってないんですよ。検証会からその日蓮召集にやって、その日本観光をその適切に指導するとかで、何にのアクションも起こしてない。はい、だからこれもですね、日蓮召集と検証会の間も使用者責任を免責にするという密約がなされているというふうにしか思えないんですよ。はい、で全ての責任、何かあったら全責任を信者に押し付けてると、これそうですよ。これね、創価学会にしても日蓮召集にしても検証会にしてもね、まあ私もなんかいろんなことがあって、お前何やってんだって言って例えば電話しますよね。日蓮召集の寺院に電話しても、これことあったから、お前ちゃんと何やってんだ、ちゃんと
お前の指導責任がどうなってんだっていうふうにこう言いますよね。そうすると、いや、それはもう信者の責任だからって。私は関係ありませんと。全部信者に押し付けようとする。これ、創価学会もみんな同じ。もう全部信者に押し付けるんですよ。はい。ということですね。だから、もう絶対にね、これね、なんだこれ。使用者責任を免責にする、密約を結んでいるとしか思えないということで、まあこういうふうに、まあ両者示し合わせた和解をして密約を結んで、信者獲得競争は信者同士に喧嘩をやらせて、全ての責任を押し付けて、信者に押し付けて。で、まあ、一連処置と総学会、一連処置と検証会も、なんかいかにもなんか喧嘩やってるように見せて、まあ、実際はもう猿芝居をやって、まあ、なんかいかにもなんか喧嘩やってることをいうふうに見せかけて、それで、実際のアクションは信者にやらせて、信者に責任を押し付けて。いうのが、この悪質な二権証と総学会、二権証と検証会の、この要するにですね、競技、この和解の範疇から外れた競技論争の実態ということが言えるのではないかと思います。はい。ということですね、まあ、日蓮宗主と創価学会の紛争は八百長紛争だということは申しておりますけれども、こういう実態でありますから、日蓮宗主と検証会のいわゆる紛争なるものも、いわゆる八百長紛争であるということは、また別の動画で、検証していきたいと思う次第でございます。はい。ということで、今回の動画は以上でございます。はい、動画をご覧になられましたリスナーの皆様方はどのように、お感じになられましたでしょうか。またご意見コメントをお聞かせ願えれば幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日は最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。